どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ポケットモンスタースカーレットゼロの秘宝番外編、実況プレイ始めていきたいと思います。よし、じゃあちょっと追いかけますか。どこにいるんだいと。街の中だったかな。ん、ここで会ってんのかな。いいか、こっちか。じゃあ一瞬でついちゃう。空は飛ぶだったら、お、来た。こっちさ、来たはず。ネモはネモ、あれはネモさん。あ、よかった、無事で。かかってるでしょ絶対。ほらキビキビそうだよね、ネモは勝負したいからね。なんかちょっと意識残ってない。あー、出た出た。なんかさ、あれだよね、桃太郎側がちょっと悪役っぽいの。うわ、出た。すごい、みんな来てんじゃん。ゼイユもいたよ。まずい、村の人さ、あ、みんな集まってきてる。手分けしよう。うん、分かった、任せて。はい、リツヤネモさんとあいつさ、なんとかしてあいつを倒せばみんな元に戻るかも。オッケー。まあ、ネモね、勝てなかったもんね、スグリよし、じゃあ行きますか。根本勝負、キビキビ勝負確かにまだちょっと字があるよね。ほら、幸運なことしちゃうことじゃない、ちょっと、うわガチガチじゃん。ルガルガン負けませんよと。キビキビミノレ、よっしゃ、いきます。シェルブレード、何？早いね。何匹持ってんだろうお前。3匹でやってくれよ。よいしょ、ナイス。やっぱちょっと自我が残っとるね。パーモット、いいえ、6匹持ってんだ。じゃあもう被験地並み打つか。この際で、ここでまきびし巻いていきますと。電光衝撃、うう、まひるなよ、オッケーめっちゃ笑ってる。パーモットにちょっと弱く出ちゃうよね、大剣気は。 OK です、ナイス、マーキビッシュ、インファイト、よし、こっからよ。君はもうお役御免でよかったんだからな。じゃあバクフーン、いた。火炎放射、ブーン、いいよ。ジャラランガ、ジャラランガはドラゴン、ドラゴンハマネとかだったっけ、わかんないけど。あー、今一つか。百鬼夜行行き、あ、鬼火、うん、気合玉、いや、百鬼夜行でいいか。たたり目的な効果なんだろうけどね。地震、まずい、耐えろ、ナイス耐え。百鬼夜行を、けい、
ロノワール、ああ百鬼夜行いきますね。オッケーオッケー。百鬼夜行。影打ち、まずい。影打ちなんで持ってんのか、ロノワール持ってたの？ちょっとレベル上がってますよね、もちゃん。影縫い、ジュナイパー、おりゃ。よし、影縫い、スーン。オッケー、ヌメルゴン、食べない、デビ、うわ痛いねー、俺もう逃げられない。痛すぎる。マジかよ、最悪。まあまあしゃあないわな、竜の波動を凍っちゃった、もう仕方ないよね。まあ、最後、まあ、オカポンでいいか。ててててて、てじゃれつく、ナイス。ラウドボーン、あーこれ炎テラスいいか、ぶん殴っちゃおテラスタル、スタコンボガチで言ってやるよ。ああお前も使ってくるんだ、マジかよ。お、やった、でかい、ゴーストテラスか。ありがとうありがとう、こじ普通に嬉しいワンパンいける、うらよいしょと。これツタコンボエグいからね、これやったー、セキュー、キビキビどんどん。さあんたのこと捕まえさせてくれよっと。ももも、よし、あー死んでんなみんな。まあでも俺マスターボールで捕まえようと思ったまで倒そうだから、そっか、じゃあ生き返らしといた方がいいのか。元気の鎌足り、元気の鎌足り、生き返らしとこう。で、オーガポンちゃんと回復させて、うっすー、もも謎のポケ、はい、桃太郎だよなモチーフは、桃太郎、桃太郎じゃなくて桃太郎なんだ。行きましょう。これはちなみに
やっぱそうだよな、しゃあないから、まあ一番強いよ聖剣かな。何？ゴーストが入ってるってことか。毒クーズ強くない、その癖の。じゃあ危険中並みとか強いんじゃん、これ。毒ゴーストとかかな。おい、自称するな、悪巧み。マジ強いな、モモアロー。どうやら幻のポケモンっぽいんで。オッケー、ナイス、よいしょ、ナイス、いいダメージ。聞いてるってことは倒せんだ、あれ。けっぱれ、悪巧み。おお、お前マジ火力を上げてくるな。ほら、現地へ波。お前バカ、それ外すなよ。おお、でも6段階上がってるからね、まずいよ、全部ワンパンされちゃうよ。BGM かっこいいけど、あと一発。シャドーボウ、ガチかよ。素早さ早い子がいいよな、持ちこたえられねえ。三井早く任せろ。じゃあ鬼対桃太郎っちゅうことよ。おお、なんだ、型破りだ、スタコンボ。さすがに早く動けるよな。ほら、そうだよ、君たち因縁があるんちゃうもん、これ。面影宿し、ナイス、よーら、オッケー。これマスターボールじゃなくていい説、あいつ動きが鈍。はい、了解。いいの？もらっちゃって。捕まえる。ほうほうほう。じゃあ、プレミアボールよ。鬼と一緒だよ、お前は。一緒のボール入れてやるよ。やったー！確定ゲットなんだ。はいはい、それは嬉しいね。毒ゴースなんだ、やっぱり。欲望と能力を引き出す毒素の餅を食べさせて、食べた相手を鎖で操るのだ。ボックスへ送る。おお、北上図鑑なのかな、あれ。どっちだった、さあどうだ、やったのか。みんなは戻ってない。あ、戻った。よかったね。あれ、みんなどうしただ。私なんでトモコプラザに。よかったね、みんな元に戻ってる。三ツ矢すぐり、商店らへんから記憶がねえけど、あの時どうなった。実はこうでこうで、カクカクしかじかで。マジかよ、あのキビキビなやつポケモンのせいだったのか。ほら見たことか、呪いとかありえんし、
丸っこいのが黒幕だったでしょ、うちが言った通り。言ってたか。で、そういえばやっぱり店が捕まえちまうんだよな。まあな。そういえばネモは、あ、勝手にボコられた人だ。大丈夫？ネモ？あ、これいいサムネ。ではないか。あれ？みんなどうしたの？リモコン見つかった？そこからかよ。なんだ、寝ぼけてたのか。うん、おはよう。そういえば夢の中で三ツ矢と勝負しちゃった。なんかすごく楽しかった。ネモさんってなんか、これこそがザ・ネモなのです。すぐ三ツ矢。姉ちゃん、じいちゃん、ばあちゃん、何の集まりこれ。あんた説明しなさいよ。というより、あれ変ね、なんか久々に顔見た気がするわ。あ、仲いいね、相変わらず。まあ言うてすぐに違うわ、ゼイユとはここでみんなと初めて会うわけだからね。これで番外編終わり。数日後、パルデアに帰ろう。マジかよ。あ、チョス、今日の夜にはパルデアに戻ってんのか。大変な目にあったけど、すげえ楽しかったよな。キビキのせいで腕と足が激筋肉痛だよ。そうか。準備はバッチリ、忘れ物はないかな。あー、枠変えれるんだ。マップで変わる。へえ、まあいいや。さあ、もう戻るのか。パート3しか使わなかったから、まあそれくらいのボリュームなのか。あなたたち、もっといればいいのに。本当に帰っちゃうの？また来るよ。うん、絶対だからね。三ツ矢、ペパー、ボタン、ネモ、4人とも来てくれてありがとうな。こちらこそ案内ありがとうな。飯もうますぎちゃんだったぜ。お祭り超楽しかった。 VV お面も変えたし、喜んでくれて嬉しい。なんかさ、楽しい時間ってあっという間だよね。すぐりともゼイユとももっと勝負できたらよかったな。私もすぐもあんたに10回以上突き合わされたんだ。めちゃくちゃやっとんな。ネモ被害者の会、ここに誕生。来てくれたのがみんなでよかった。悩んでたけど、俺ブルーベリー学園でもう一度頑張ってみようと思った。頑張って。うん、三ツ矢。ああ、バカンスも終わりか。それじゃあそろそろ私たちも学園に戻るとするわ。姉ちゃん、ありがとう。なんかよ、すぐりもゼイもみんな会えてよかったよな。すぐり、最初俺感じ悪くてごめんな。え、そうだっけ。そう思わなかったけど、全然いいわよ、私が許してあげる。ゼイも大概あれだよな。それについてはごめんな。よかったね、仲良くなって。あなたたちどういう意味よ。なんかいいね。お、終わった？キビキビパニック終わり。なんかさ、コライドンのさ、特別アイテムって的なやつはないのかしら？ないんだ。こっから何かできることちょっと探しておかないといけないね。お、部室に招待できる人が増えた。だってこれは嬉しいね。あれか、じゃあ全部コンプリートしないといけないね。あの先生たちをちょっと呼びたいんだよな。そっか、終わりかこれで。ちょっとじゃあ戻しますか。モモアロー88レベルなんだ。オーガポンをサンクマの方に戻しますと。
ジュナイパー、ジュナイパー、インテレオン、で大剣器。はい。おお、ちっちゃい。かわいいね。よし、じゃあブルーベリー学園行きますか。一回、違う、はい、よし。そして一旦部室覗きましょうか。すぐりの部屋も見れるんだ。ゼイの部屋一回行ったことあるもんね。うん。特別講師。お、来た、増えてるね。じゃあ次回この3人やるところからやっていこうかな。よし、では今回ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。